ニュース解説です。毎週月曜日は神戸在住の経営コンサルタント CF ステーション社長の山本雄二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はどういったニュースに注目されますか？はい、今日はですね、自民党の総裁選がこれから始まるということで、かなりいろんな方が立候補している中で政策提案をいろいろし始めてるんですけども、この中にですね、キーワードとして解雇規制の見直しとかですね、年末調整の廃止ということで、企業のですね、体制に影響するような提言をされている方が出てきているので、ここにちょっとポイントを当ててですね、お話をさせていただこうかなというふうに思います。はい、今その大企業に限って言うとですね、やっぱりなかなかその会社の都合でですね、もう解雇しますっていうのが難しいっていうのが、結構社会通電上よく知られているという状況になっているので、解雇しにくい状況というのは続いているということなんですよね。今回はその解雇規制の見直し、解雇規制の緩和というような言葉で、政策発信をしている方が多いので、その内容を基本的に見てみると、その企業側が解雇をするということをもう少ししやすくするという状況を作っていこうということなんですよね。で今現状はですね、法律の中で労働契約法っていう法律があって、この第16条にですね、解雇は客観的に合理的な理由を書き社会通念上相当であると認められない場合はその権利を乱用したものとして無効とするようになるんですよ。これがもともとの根拠になっていて、いわゆるその社会通念上相当と言えるのかどうかとか、客観的に見て合理的なのかとか、こういうことが言えないと、解雇っていうのを認められない、解雇しても認められないということが、あるというのがあって、なかなかその企業はですね、フリーハンドで新しい事業に含み展開していきたいとか、それをやるためにはこういう人材をこの場所でやらせたいとかですね、もしくは人員がちょっと溢れてきているので、そこを人員制御していきながらやっていったりするときに、企業の論理だけではなかなかそういう形をうまく調整弁としてできないというのが、今の法律で、バックアップされていると、逆に労働者側からすると、そこで解雇規制というのがかかってきているので、すぐに辞めさせられることがないという、安心材料はあるということみたいなんですよね。でこれ労働者から見たらもちろんその解雇簡単に会社からされないっていうことでいうと、ありがたいものではあると思うんですけど、ただ企業からするとですね、やっぱりその日本の中で戦っているだけではなくて、グローバルの中でやっぱり自分たちの売り上げをどう上げていくのか、それに伴う最適なその体制作りを考えながら、計画していく、経営計画立てていくと思うんですよね。でこの時にやっぱりその人が、必要な場合と、それから人がちょっと余ってしまっている場合という、状況によっていろいろ様々だと思いますし、今まで好調だった事業が衰退していく中で事業を転換していくという話になってきた時に、そこに必要なスキルを持った人たちに仕事をしてもらいたいと考えるのは、企業の意思としては当然なんですよね。でこれをですね、一つの先ほどの法律に基づいて、なかなか従業員の環境を守るということが優先される中で手を加えていくことが難しいっていう話、この部分に対してメスを入れることが必要なんじゃないのかっていうふうな、意見が今回踏み込んで出てきているっていうのは、やはりその経済を取り巻く環境が日本の大企業であってもですね、かなりグローバル化している中で厳しくなっているということなんだと思うんですよ。でこの厳しくなってきているものをもう少ししっかりやっていかないと、きれいに整理していかないとですね、日本の経済がやっぱ立ち行かなくなってくる先があるんじゃないかっていう懸念に対する、一つ解雇規制の緩和っていうことの一つの政策提案なんだと思うんですけどね。ですのでこの解雇規制の緩和っていうのは誰にとってプラスなのかっていうと、まさしく間違いなくこれ企業にとってプラスなんだと思うんですけども、やっぱり企業にとってプラスっていう話はですね、やっぱりきちっとそこで働いてもらってる人たちがやっぱりこの先もですね、安定して働いていただける中で守っていくべき従業員をやっぱりこうしっかり守るための方法論としては、逆にこういう解雇規制の見直しっていうのが必要なんじゃないのかということの踏み込んだ意見なんだと思いますね。そう考えると言葉尻自体はですね、かなりこうインパクトがあって、けしからんっていう人が多分多くなるような、発言なのかなっていうふうに思いますけども、内容そのものはですね、決してその日本経済をこれから成長領域に持っていこうとしたときには、
要な、まあ、一つ都市なんだろうなというふうに思うんですよね。うん、でもう一つですね、長野さん、9月の5日の毎日新聞にも載ってましたけども、河野太郎さんがですね、まあ、年末調整の廃止案提案してるんですよね。はい、でこれもですね、まあ、やっぱりその日本の経済にどう影響するのかっていうか、まあ、会社のフリーハンドで動きをもう少しやっぱ整理していこうということで、同じような内容になってくるんじゃないのかなというふうに見てるんですけども、うん、今大体 の一般企業にお勤めなられている方って、まあ、税金の支払いっていうのは会社がまあ基本的に毎月の給料からですね、あの税金をあの立て替えて払うために引いていただいて、でその上で、ね、年末調整っていうのを最後して、まあ、正確に1年間働いた分で払うべき税金とこれまで納めた金額の差額を調整して、それが還付金で返ってくるという制度だと思うんですよね。まあ大概多くの方が利用されているの で、 そうです、ね、これ廃止されたら自分でやらなあかんからめんどくさいやんが思いますね、多分大多数の、ね、意見だと思うんですよ、うん、で、あのそれを承知で、まあ、突っ込んでいっているところに、あの、まあ、改革意思があるのかなっていうところで言うと、うん、まあ、あの僕はいいなと思ってる方なんですけども、うん、あの今まあ皆さんが働いている環境を考えたときにですね、まあ、もともと今までみたいにこう年功序列でこう給料が上がっていって、まあ、定年までずっと勤め上げるっていうようなことが一般的だっていうことよりはですね、まあ、転職してこうスキルアップしていって、あのブラッシュアップ自分のスキル上がっていく、評価されるところに変わっていくっていうのを、まあ、認め合う社会になってきてると思うんですよね、うん、ですね、まあ、転職することが当たり前になってきている社会になってきている中で、一社にこうずっとこう継続して所属するってことは、まあ、少なくなってくるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。うん、でそう考えたときに、今でもそうなんですけど、1年間の間にもしどこかにあの転職をしたらですね、あの2箇所のところからまあ給与をもらったことになるんですよね。うん、でこうなってきたときには、まあ、どちらにしても 1社目で勤めてたところで発行された源泉徴収票と、2社目で働いたところの源泉徴収票を合算して、で、あの確定申告をするか、1社目の源泉徴収票を2社目の勤めた会社に提出をして年末調整してもらうかという形になったんですよね。うん、やっぱこうやってこう、まあ、皆さんのですね、まあ、働く環境を選ぶ選択肢が増えていくっていう話の中でいうと、まあ、副業も認められつつありますし、まあ、いわゆるその本業で働いているとこ以外からの収入がやっぱ発生するってことの要因が増えてきてるんだと思うんですね。うん、でこうなってきた場合は基本的に今も確定申告になってきているので、まあ、そういった意味でいうと、こう今社会変容の中で一社でずっと勤め上げるのが当たり前のところから転職するのが結構当たり前のような社会になってきて、それをまあ認め合う社会になってきているということであれば、うん、まあ、こういったあの税制の部分でのですね、まあ、企業におんぶに抱っこではなくて、まあ、その部分に対する納税に対する責任を持つとか、まあ、書類に対して自分たちで自覚をしてやっていく、責任を持ってやっていくっていうのは、まあ、あのこれも同時に必要になってくるんじゃないのかなっていうふうには僕は思ってる方なので、まあ、そういった意味で言うと、この年末調整皆さんからすると面倒くさいよねという話が出てくるんだと思うんですけど、ええ、あの別に廃止してもいいんちゃうかなというのは、あ、なるほど、そういう意見もあるよねっていうふうには感じましたけどもね。まあ、国の施策であったり、うん、国政への意識が高まるとか、うん、関与が高まるっていうことにもつながるのかなと思うと、うんうん、やっぱり自分で手作業した方がいいのかなっていうちょっと思いますね。ただ面倒くさいだろうけど、うん、面倒くさいですよ ね、 そうですね、やったことなかった。面倒くさいってところは多分ずっとつきまとうんだと思うんですけど、これ、まあ、あのこういった年末調整をまあ自分でやるかもしれないっていうことが出てきて、初めて税金のことを考えるっていう、まあ、一つの契機になるっていうのはまあ事実なんだと思うんですよね。で、まあ、これ企業のポイントから見ると、やっぱりこの作業をするために、まあ、大手の場合にしたら何千人何万人と例えば中学にしてもですね、やっぱりそのスタッフが多い分、それを専門にやる人が置かないと結局処理が追いついていかないですよね、事務的な処理がね。ということで言うと、やっぱこう間接部門に結局お金を乱さない人がこの制度によって必要になってきているっていうのが、まあ企業の中であって、でこういった部分が例えば個人でやっていきますよっていう話になってきた時には、この手間暇が企業からなくなるんですよね、一つね。ってなってきた時に、間接部門に対するまあ人手の確保っていうことをもう少しあの調整することが可能になってくると。まあ、ただでさえまあある程度なかなか人手不足って言われてる日本社会なので、こういった部分でまあ企業の中をスリム化していく、特に踏み出さないところの部門の間接部門の人員を調整することができるようになってくるっていうのは、企業にとってもこれまたメリットになってくる
ですね。で多分ただまあこの廃止ということだけで言うとですね、まあ、あの申告をする、まあ、それを自分がやらなきゃいけない、それただの作業をする人の付け替えじゃないかということで手間暇かかって大変やんという意見が多いと思いますけど、あの実際にはですね多分まだやったことがないので不安感が大きくって、今まで会社がやってきてくれたことを自分でやらなあかん手間と、それからやれるのかなっていう不安感とね、多分これが大きいんでそういう意見が多いんだと思うんですけど、実際にはですね、あの確定申告を多分してみると、えそんなもんなんっていう話が結構多いと思うんですよ。ですのでやっぱりこう今まであの会社がやってくれたこととか、まあ、納税とか少し言葉的に難しいよなっていう、今まで触れてなかったのでちょっと理解があの疎いなっていうところでもですね、やってみると実はそんなに難しくないとか、で、まあ、昨今はやっぱりその e-tax 使ってオンラインでやれるとかっていうところがあるので、このあたりがまあ簡単にできますっていうところをどう浸透させるかっていうことが、多分こういうことをもし実現するんであればですね、多分すごく必要なんだろうなと思うんですよね。ですのであのやったことがない分不安感と面倒くささっていうのをあの感じてる多くの方が、あなんだこれぐらいのことやったんやっていうふうに思ってもらえるようにどう思っていくかっていうことが、もしこういうふうにですね大きく今までの制度を変えるときには丁寧にやっていく必要が多分あるんだと思うんですね。でこのあたりは多分マイナンバーカードを移行するときとか、今マイナ保険証の問題とかいろいろ出てきてますけども、このあたりもやっぱ拙速にやるから反発を食らうんですね。やっぱりしっかり移行期間を持っていくとか、しっかりこう納得感を持っていくとか、社会にこうなんていうんですかね、馴染んでいく時間っていうのはしっかり担保する中で、あの制度設計したものが問題点があれば改善していく、いけるとかね、そういう余地も残しながらやらないと、拙速感を持つとなんか皆さんやっぱ抵抗感というかアレルギーを持ってしまうっていうのは結構あると思うんですね。もしこういったことをやろうとしている、まあ、方向性はあの企業側の立場からするとあのいいと思ってますけども、やっぱりやっていく人たちの負担感っていうのを軽々しくあの軽々に見ないというかね、このあたりをしっかりやることでこういうあの制度の変更っていうのをしっかり受け入れてもらう措置を作るっていうことが、まあ、多分大事なんだろうなっていう感じはしますけどね。まあ、こういったね新しい変わろうとする制度っていうのは、まあ、魅力的な部分もありますし、今までに慣れてるとやっぱり抵抗感を持つ人も非常に多いと思うんですけども、やっぱりやろうとしたことの方向性を理解してもらおうとすることと、実際その人たちが実害として受けることに対して丁寧に対応していくって、こういう姿勢がですね、こう言葉だけの発信ではなくて、まあ、そこのフォローアップの部分が政策の変更っていうのには大変必要なんじゃないのかなっていうふうに感じているので、このあたりを丁寧に話せるかどうかっていうこともですね、まあ、あのこれから の, あの日本のリーダーを決めていくっていうところでは、あの一つの目線としては必要なのかもしれないなっていう感じは受けますね。お話は神戸在住の経営コンサルタント CF ステーション社長の山本裕二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。